こうポイントポイントでねくださるお便りとかコメントとか、うん、うちが本当に YouTube をこれから始めていこうっていう時にも、うん、チャンネル名を変えただけで気づいてくれて、うん、コメントくださって、うん、ありがたい。多分だから本当コメントしてくれてる方とか、うん、リプもそうだしお便りもそうなんだけど、書いてる時に想像している 5,6 倍喜んでると思う。そうね、うんうん、こうしたら喜んでもらえるかなって思って書いてくださってる方もいると思うの、うん、多分本人 5,6 倍じゃないか もっと喜んでるかもしれない、うん、そう、かなり嬉しいもんで、こういうのは、うん、多少のことでは喜ばないでしょうとか多分思ってるかもしれないけど、ひょっとしたら、あ、いっぱい言われてるだろう、同じようなこととかね、そうそうそう、うんうん、思ってるかもしれないけど、そんなことはなくて100人の人が100回褒めてくれれば100回喜ぶんで僕はそういう人間なんですよ、褒められるの大好きなんでそうすると伸びます褒められて伸びる、そう、うん、いやでもそれはね、うん、思う。私もこうやってさ YouTube の編集とかするようになって、うん、やっぱり編集お疲れ様ですとかさ、うん、いただくことあるじゃない、うん、良かったですとか面白かったですとか、自分自身も書くタイプなの結構、うん、YouTube でも、うん、まあニコニコでも表現者の人に対して、うん、動画だけじゃなくてね、いろんなコメントとか結構書くタイプなんだけど、うん、こうやったら自分の気持ち伝わるかなと思って書いて想像してた以上に、うん、もらったらこんなに嬉しいんだ、一言面白かったですって言われるのが、うん、あ、こんなに頑張れるんだって気づいた、うん、そうなんだよね。だから遠慮しなくていいんですよもっと褒めていいんですよまあそうね、100回褒められたら100回喜ぶ、うん、そうかも、そう、うん、たとえそのね、例えば東京ゲーム音楽ショーとかで、うんうん、誰やつからずっと聞いてますとか、そういうふうに言われて、あ、どうもありがとうございますって、うん、クールにサインをしていたとしても、心の中は、ヒャッホーって言ってるんで、表にはま出ないからね。そう、表に出ない人なんで、それはね、なんだっけ、ズンタタナイトのバビちゃんの粋な計らいで、アドリブでね、ひょっと言われたことに対しても、うん、全く自然に答えていると同じように、褒められても全く喜んでないかのように見えてしまうかもしれない、これそれは申し訳ない、だけど心の中では喜んでます、高度にしてます、はい、で自慢してます、家に帰ってきて今日こんなこと言われちゃったよみたいな、そうなんだよな酒でも入ってるっけっていうね、ノリでしばらく喋るからね、そうそう、そういうもんでしょうね、うん、もう人って嬉しいよね、これが好きだって、うん、自分の作ったものをね、うん、言われたら嬉しいよね、小説を書いてる人だったら、いや面白いねって言われればやっぱ小躍りするだろうし、うん、何度も読んでますとかね、そう、絵を描いて、いやこの絵は欲しくなっちゃいますねとか言われればやっぱり当然喜ぶし、それね、俺台東時代に、うん、キムタクにファンメールを出したことがあって出してた会社のしかもパソコンからね、メールからね、これはですね、カルジョーと一緒に書いたんですよ、連名で、お、連名で書いたの、連名で書いたの、うん、まあ、タイトルは後回しにして内容をまず先に書こうと、うん、で、海野が先に書いて、うん、で、その次かな、俺が書いたの、俺の書いた内容っていうのは夢に見たことを書いたの、うんうんうん、リアルに夢でキムタクが出てきたことがあって、うん、街を歩いてたらその撮影してる風でキムタクがいたと、夢の中で、うん、で、あ、やっぱりキムタクってすげえんだな、めっキラッキラしてるなって思って、でもそのキムタクに対して僕は騒ぎもせず小躍りもせず、本当は喜んでるんだけど、よって手のひらをこう、あ、顔の横でね、よって掲げる感じね、うん、そうそう、そういう感じでキムタクに合図を送ると、でキムタクもなんかそれに気づいてみたいな感じで、あ、応援してくれてるんだなってのをこう理解してくれて、うん、っていう夢を見たんですっていう内容のことを書いて、まあこれからも応援してますから、ドラマ見てますから、
ていう風なことを書いて、でタイトルはやっぱりキャッチーにしないとダメだなと思ってラジオのハガキ職人みたい。うん、うん、それね、あのそのきっかけになったのは CM で、すっごい前にそのキムタクが俺のメールアドレスを教えますって、うん、紙をねこう広げるんだよ。ああ、うんうんうん。でそのメモった紙をパッて広げて、全体が見えたかなっていう瞬間にパッ切り替わっちゃうんだよ、画像が。うん、でビデオを撮ってたから、それを止めてメールアドレスを書いて送ることができたんだけど、まあそんなのほらファンの子たちだったら一斉にやってることじゃない、うん、だからマネージャーの目にね止まるようなタイトルじゃなきゃまずいと、心理戦が働くわけだね。そう、うん、でただ単にキムタク大好きキャーみたいなタイトルじゃもうみんなそんな感じだろうから、俺キムタクの夢見ちゃったよ、36歳男かっこ男ね36だったかなあの時。まあそんな感じよはい、はい、私あの当時の一言一句を覚えています、うん、お前の夢見ちまったよ36歳男そっか、もうちょっと攻めてましたね。攻めてました、はい、お前の夢ちょっと距離感詰めてました。でまあ日にちが経って、うん、うちはほらあの NG 大賞みたいな番組好きじゃない、うん、でその番組を録画を撮っていて見てたら、そのキムタクの新しい番組か今放送中の番組か知らないけど、その番宣でキムタクが出ていて、撮影の裏話的なことを話してたのかな、なんかスタジオみたいなところでね、うん、話してたよね。いやそうなんだと思ってまあ聞いてて、そしたらまあ最後にキムタクから番宣とその挨拶みたいなのが軽くあるんだけど、その時に、まあ、これからも街中で撮影とかやってると思うんですけど、もしあの見かけたりしたらいいよってやってください 言われた時の俺の鳥肌その鳥肌のテンションのまま私の部屋にやってきて、おいちょっと見てくれよってビデオを見せられたあの日の思い出まあありゃテンション上がるわね、あんなまんま言われたら。あびっくりしたな。あ、じゃあカルさんもわかるんだこのメール。わかるわかる、一緒に出してたんだあれ。出そうぜっつって出してみようぜってふざけて、まあ、仕事中にそう悪乗りですよいつもの。おお、36歳男そうまあキャッチだな。まず男っていうのを強調しないとなっていうのがあったし、うんうん、でまあ夢を見たっていうのもちょっとキャッチーだなと。何が書いてあるんだろうって思うよね、うん、お前の夢見ちまったよっていうタイトルで、うん、分かんないもんね。でまあ第二マネージャーぐらいがこうチェックするわけで第二、まあそうだね、何人かいるから第二マネージャーぐらいが見て、おこれちょっといいんじゃないですかね、第一マネージャーに相談、まあいいんじゃない、じゃあ私から言っとくから、第一マネージャーが本人に、で君たかそれ呼んでこうねだったかどうかは知らないけど妄想劇場、うん、まあでも事実そのメールで送った内容をそこで言ってくれてて、うん、そう、それが放送されてたっていうことがね。返信をもらった男よかったですこれあの僕の三大自慢の中の一つなんで清田から返信もらった、そうそうそう、いいな、あのね、あれに通ずるものがある、今目があったという喜び、いや気持ちわかるよ、すっごい気持ちわかるんだけど、あ嬉しいんだよなって、視界に入ったっていう喜び、そうね、その上を行くのが青山で松島菜々子に出会ったと一歩も俺は動けなくなってしまった、で硬直しても何していいんだかわかんないぐらい硬直して、足がもう動かない状態になったって、これがまあキムタクの上だから、3位がキムタク、うんうん、まあ2位が松島なのかな、いやだからまあキムタクもきっと嬉しかったんでしょう。ああそのメールでしょ、うん、そういうもんなんですよ、それが言いたかったの。ああ、なるほどね。ぐるっとちょっと回ったけど。うん。どんなにすごい人でもそうなんだから。そう。小粒の俺なんか。小粒の
は言ってない別に小粒の俺なんかはもっと嬉しいわけよ。いやだってキムタクってさ、もうかっこいいなんて言われ慣れてるだろうとか思うじゃない、うん、それが共感されるかなっていう意味でのどんなにすごい人でも嬉しいんだなって、うん、好きだって言われたら、うん、何百万回言われてるだろうに。そうね、うん、特に同性から、うん、いやかっこいいなとか言われるのは嬉しいんじゃないかなとは思うんだよね。同性は嬉しいだろうね、うん、本当に日頃コメントとかさ、うん、ツイッターとかさ、お便りとか、まあ、本当高評価一つ、うん、1、その数字もめちゃくちゃ嬉しいから、いつもありがとうございますっていう気持ちで受け取ってますってことを伝えたかったんだよね。うん、